ケンジントンは、ロンドンのケンジントンチェルシー区に属する地区、チャリングクロスの西2.8マイルほどに位置する。ケンジントンにおける見どころとしては、ケンジントンガーデンズ、コランドパーク、ロイヤル、アルバートホール、自然史博物館、サイエンスミュージアム、ビクトリアアルバートミュージアム、ロイヤルカレッジ・オブ・アート、インペリアルカレッジ・ロンドン、ハマースミストの境界付近にはオリンピア展示ホールが、 存在する。ケンジントンの中心は、ケンジントンハイストリートであり、ロンドンにおけるベストショッピングストリートのリストでは、デプトフォードハイストリートに続いて、第2位に選ばれている。デプトフォードとの違いは、ケンジントンの方が、高級品を扱っている点である。ケンジントンの行政機関は、ハイストリートに面した、ケンジントンタウンホールに集中している。行政区では、 ケンジントンチェルシー王立区に、会員選挙区では、ケンジントンチェルシー区に属している。一般的に言ってケンジントンは裕福なエリアであり、これは、周囲のチェルシーなども同様である。東隣のナイツブリッジとブロンプトン、北のノッティングヒルなども、このような地区に属する。それに対して、西隣のアールズコート、ハマースミス、シェパーズ、ブッシュなどはやや改造が下がる。 1965年の行政区域改正前には、ケンジントン取得を形成していた。また、ケンジントンには、在英フランス人のコミュニティがあり、フランス政府認可の用高のリセも置かれている。フランス政府の統計によると、1991年以来、増加基調にあり、2006年には8716人余りに跳ね上がった。ちなみに、ケンジントン東側ナイツブリッジには、 在英フランス大使館がある立地になる。ありがとうございます。